はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、和歌山県に訪れておりまして、和歌山と言いましても和歌山市内の方ではなくて、空港がねすぐの白浜の方に来ております。僕も撮影でも何度も和歌山に訪れておりまして、和歌山はねうまいもんがいっぱいあるんですよ。とにかくね、海鮮なんかもめちゃめちゃうまいし、今日は白浜といえばの観光スポットでございます。こちらのトレトレ市場さんに来ております。正直ね、以前お仕事で和歌山に来た時は緊急事態の真っ只中で、トレトレ市場さん本当に有名でいつも人が多かったんですけれども、その時はね営業中止してたのかな。いや、せっかくね次和歌山に来るんだったら、どうしてもねこの好きな白浜の周辺を盛り上げたいなと思いまして、でこちらのトレトレ市場さんなんですが、その日に採れた新鮮な海鮮をね、直でさばいていたりとか、もう直売していたり、プラスアルファでもちろんね梅干しやみかん、それに名物のね加工品なんかもいろいろ売ってはいるんですが、ちょっとね本当はね今日はそれを撮影しようと思ったのよ。ちょっとねあまりにも中に入ると人が多すぎるので、こちらのフードスペースの方でちょっとねご飯が食べられるので、販売している商品を買ってちょっとね好きなだけ食べ飲みしたいと思います。それではちょっと帰っていこうと思います。ちょっとね今一旦腰据えたんですけど、いろいろね店舗がありすぎてちょっとね食べたいもんだらけだね。でしかもただいま現在時刻が10時41分で、今朝ねちょっと4時起きで7時半のね飛行機に乗ってきたんですけれども、何も食べてなくてものすごい腹ペコなんですよ。ちょっとがっつりと買ってきたいと思います。中はこんな感じですね。まあいろいろ海鮮系だったり、肉まんかなんかもいろいろ売ってますね。でこちらにはピザもあったり、スイーツなんかもしっかりとね販売しておりますね。普通のカツオのわら焼きと、紀州ポークフランクを1本と、熊野牛の串焼きを1本と、あとイカの醤油焼き、はい、1本と、あと生ビールの中を1つお願いします。生ビール中、はい、それでありがとうございます。ちょっとねお先に注文したんですけれども、生中も注文したんで、これね泡が生きてるうちに飲んじゃいましょう。乾杯と、お疲れ様です。あーうまい、めちゃくちゃうまい焼き物とか届く前に飲み終わっちゃうなたらだ、すいません、黒豚まんと松坂牛まんと、であとエビマヨ棒も1本ください。ちょっとあんまりにもね光が強すぎたんで、ちょっとね席移しました。まずこれね1つ目でございますね。黒豚まん開けていきましょう。これ、うん、よいしょ、こんな感じで黒豚まんの中身うまそうじゃあちょっとこれ黒豚まんいただきます。うん、うまっ、うん、酒進んじゃうなこれ、うん、うん、まっ、うん、またこうやって野外でさ飲んで食べるのもいいね。続いてね、これが松坂牛を使った肉まんだそうです。うーわー、中身はこんな感じですね。これまたうまそう。うん、甘辛でうまっ。酒進むなこれ、うん、うまっ。ちょっとこの牛も甘辛い味付けになってて、そこにねクタクタのネギが入ってるんですよ。これがね絶妙で、ビールがものすごい進む。よいしょ、なんかエビチーズマヨみたいな、なんかそんな感じの串物でございます。エビとかチーズなんかが入ってますね。いただきます。うん、うまっ。
うまっ、これ一番酒だわ。僕の中では和歌山って結構ダントツで刺身が美味しかった地域で、やっぱりね、海産物が美味しい地域は練り物も美味しい。うんうん、ああ、ちょっと第一陣の、まあ、おつまみとビール完食いたしました。やーべえな、めっちゃうめえなこれ。ということで、注文した品が到着いたしました。まず一品目、カツオのね、たたき、わら焼きでございます。これはね、つまみに最高ですよ。次はね、ダイナマも注文しました。中じゃね、足んない足んない。ネギと玉ねぎで、これね、塩でいただくんですよ。よいしょ、いただきます。うんま、うわあ、全然臭みない。本当に生姜とかつけなくても全く臭みないんで、これ下手したらカツオ苦手な方でも食えるぐらい臭みないんじゃないの。うまっ、ああいいね。うん、隅にね、ニンニクのスライスが寄せてあったんで、これと一緒にいただきましょう。薬味バコバコ使いすぎて玉ねぎなくなったわこれ。あーめーな。これね、シューポークフランクということで、めっちゃ長いんだけど。いただきます。結構ね、黒胡椒効いてる系、酒のつまみだね。うん、いや、こんなんペロリよ。メニューもメニューだからさ、一人で祭り来たみたい。なんかすごくテンション上がってきた。よっしゃ、これ牛串もいっちゃおうかな。熊野牛っていう牛を使った、これ牛串らしいですね。こんな感じで、だいぶね、一個一個の身もめちゃめちゃでかいっす。味付けはシンプルに粗塩っすね。うわー、うん、うまっ。あー最高。あー和歌山最高だなこれ。うん、やばい、ダイナマがなくなっちゃう。うん、うわうま、柔らかくてさ、もう噛むたびに肉汁がジュワって出てくるんですよ。うま、これやばいな、飲みすぎるなこれ絶対。まだ11時過ぎよ。飲みすぎるのちょっと早いわ。そしたら注文した最後のメニューはこれね、イカの丸焼き、一本焼きですね。でかいね、イカも。いただきます。うん、うめ、これに関してはシンプルにうまい。また炭で焼いたイカってうめえな。うん、でこれマヨ漬けでいただきます。うん、うまっ。ああダメだこれ、無限に酒が飲める。うん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 、いや、こうなってくるとちょっといろいろ食いたいな。
でもね、大人の都合で、まあ、時間的にね、ちょっとね、これが限界なんですよね。うわぁ、ケツがな、余裕があれば、ここであと1時間ぐらい飲みたい。それぐらいね、もう全部うまいっすね。ちょっとね、こういう後ろのフードコート形式だからってね、ちょっと舐めてました。いや、もう全部うまい。正直に言うよ、正直言うんだけど、このカツオに関してでも、都内の美味しいお店、まあ、結構いいところで食べるこのカツオ、それとね、同等ぐらい臭みがなくて美味しい。やっぱりさ、地方で食べるとその地域でね、取れたものが輸送代もかからずにめちゃめちゃ安価に食べれるから、やっぱね、こういう食べ歩きってのは地方に来た時の醍醐味ですよね。いや、全部めちゃめちゃうまかったな、これ。あー、大満足。ごちそうさまでした。はい、ということで本日はね、トレトレ市場さん、和歌山の白浜にございますトレトレ市場さんで、このね、フードコート形式の屋外のシステムでいろいろね、食事楽しんできたんですけれども、どれ食べてもものすごい美味しいんですよ。で、お店に負けないぐらい美味しい。やっぱりね、ちょっとこうなってくると中でね、海産物を買ってバーベキューもしてみたいし、まあね、今回の和歌山旅の最後にはね、またちょっとトレトレ市場さんに来てお土産もね、いろいろと買っていこうと思います。いや、もうね、ぜひね、和歌山、この白浜の空港について、まあ和歌山観光をする方はね、ぜひこのトレトレ市場さんで美味しい海産物だったりとか、もちろんお肉だったりとか、もういろいろね、うまいものたくさんございますんで、こちらをね、ぜひ楽しんでみてください。いやー、この後も仕事なんだけどさ、もう行きたくないんだよね。この後も頑張ります。美味しいもん食ったんでね。バイバイ。